カートの贈り物マッチ作品集、星2。設定がぶっ飛びまくっててクッソすげー漫画。主人公は白と黒という名前の JK 二人。この二人は幼馴染みであり相思相愛の関係。白と呼ばれる方の JK が心臓病になって黒と呼ばれる JK の心臓を移植することでリバイブし、黒の方は充電式の人工心臓が入っていますよ、というぶっ飛んだ設定。その後なんやかんやあってコミュ障の白が心拍数が200を超えると目の前が真っ暗になったになるという超人ハルクっぽいネタをぶち込んでから、二人で相合い傘をしたら二人とも心拍数が200を超えてしまいます。この二人のユリ恋愛は命がけですということをやるためだけに作られたと思われるディモールとベネなぶっ飛んだユリ漫画。このネタをぶち込むために白と呼ばれる家族を抑え子さんな狂信者的な家族に仕立て上げたり、他の漫画の設定でも父親をクズ設定にしたりとこの人族の歪んだ父親に対する恨みみたいな、ネグレクトされて育ったのではないかと思えるような感じが、盗んだ念能力を検証することが趣味で壊せと命令するとなぜか首をねじ切る、なぜその盗まれた元ネタの念能力者が壊すことが首をねじ切ることなのかを考えるととても複雑な気持ちになる。そんな漫画、